ただいまより本日の第6試合スーパーファイトアンダー55キロファイトを行います。青コーナー166センチ55キロ、日本トライハードジム、堀尾隆二。55キロの中心、自ら占ってみせると堀尾隆二23歳。赤コーナー170センチ55キロ、日本シルバーウルフ、戸部龍馬。いや、主役は僕ですと戸部龍馬24歳。スーパーファイト K1 アンダー55キロファイトです。3ラウンドマッチ延長が1ラウンド用意されています。さて中村拓海さん、はい、共に少年時代から K1 を夢見てまいりましたが、現在はクラッシュを土台に活躍している2人ですね。そうですね、ファイトスタイル的にはこう堀尾選手はこうスタミナと手数でどんどん相手を押していくようなタイプで、はい、逆にこう戸部選手はこうスパッと一発のパンチとかハイキックでダウン取ったり KO するようなタイプなので、結構スタイル違うと思うんですよね、はい、それがこうどうこの試合で出るのかっていうのがポイントだと思いますね。どちらが勝るのか、青いグローブが堀尾、右のローキックから入ります。赤いグローブはじっくりと戸部龍馬、素早いリードジャブです。このローも重たい、カットもしっかりなされています。戸部龍馬、赤いグローブです。さてまず開始直後、この2人のファイトは関根さん、もうクラッシュで十分ご覧に、はい、もうよく見てますよ、逆転ファイターという印象堀尾にありますね。ありますよね、しぶといですよね、はい、あと戸部選手はなんか去年1年間ぐらいでなんか体幹が強くなったっていうか、体が強く なりましたよね。そういうトレーニングをやっぱりしっかりしてきたようですね。あ、そうですか。そしてクラッシュのその階級前王者滝谷翔太との対戦もありました。戸部龍馬、中村さん、55キロというクラスがまたクローズアップされてきますからね、はい、そうですね、これ戸部選手のパンチ、はい、その中でもやっぱ自分がっていう こう気持ちをすごくこうインタビューだったり会見の前面に押し出してたんで、やっぱりそのつまげる意味でもやっぱインパクトある勝利っていうのを自分にも課してると思いますね、ここは。さあ今までの自分になかった一発でなぎ倒す攻撃を見せたいというのが赤いグローブの戸部、左ミドルを走らせていきます。左ミドルを返す堀尾。さて序盤ですが、雅人さん、どんな風に映ってるんですか。お互い得意な距離と得意な攻撃が似た2人だなっていう感じがあるんですよね。その印象ありますか、うん、だからまだどちらがペースを握ってるっていう感じじゃないですけど、2人ともスピーディーです。2人とも噛み合う感じですよね、はい、そうですね、うん、もうその片鱗が見えています。シルバーウルフといえば雅人さんにとっては弟弟子のような戸部龍馬、もうそうですね、そうですね、高校生くらいの頃から知ってますね、そうですか、はい、あまり感情を表に出すタイプではないんですけれどもね、そうですね、秘める部分が非常に強いという印象があります戸部。今ロー効いたかもしれないですね。行きましたね、右でのローキックは赤いグローブの戸部、それに対して右フックワンツーで堀尾、堀尾の出足をまず止めていくのか戸部です。今度は逆の左足でローキック、お右と右、お蹴りからパンチへ、雅人さん、今度は堀尾ですね、堀尾、堀尾、おナイス、ボディへ、テンプルへつなげてミドル飛び、ザーこれ手出さないと良くないですね。戸部は少し止まりました。今蹴りのフェイントからパンチ出したんですよ、右を、はい、蹴りだと思って見えてなかったんでちょっと聞きましたね。いやいや不意をつかれたようになりましたか。第1ラウンドの堀尾です。凄め倒れた、タフな戸部のダウンを奪った。聞いてますよ、聞いてますよ、ややぐらついている。ダウンカウントはファイティングポーズは取られています。決め切るのか、ダメージいかに、堀尾左、ダメージはありますが、飛び膝で終了のゴングです。いや、ゴングに救われましたね、完全に、はい、試合は大きく動いています。一発のパンチで試合動きましたね、やりましたね、一発でというアピールは関根さん、飛べの方だったんですが、堀尾が見せてくれました、はい、これですよ、はい、あ最後その前のね、右でしたっけ左でしたっけね、はい、あれが効いちゃったんですよね、いやその前には雅人さんからはそのフェイントがあって右なんていう言葉もあったんですけれどもね、次のラウンドも多分
堀尾からするとあの右のクロスを合わせてくると思いますね。右のクロス、はい、これ注目ですね。中村さんどうですか、はい、やっぱりあの堀尾選手 の, あのこう得意なこういろんな手数出してこうフェイントの中が一発当てるっていうのが最後うまくはまったのかなと思いますね。いやそれにしても2人の攻防これスピーディーでまた第2ラウンド以降が楽しみになってきます。どう動かすのか返せるかという戸辺、さらにという堀尾。いやでもあの戸辺龍馬まだダメージありますよ。これ心配ですね、まだ効いてます、まだ効いている、うん、まだ効いている。赤いグローブ左の陰謀から入ったのが戸辺、ジャンプしてスーパーマンパンチ、戸辺がいや食らいました。今のはあの最初に当てたパンチですよね、全く同じパターンですね、はい、その軌道さらにボディへの前蹴り、左ミドルも織り交ぜていきます。青いグローブの堀尾龍二、ワンツー、ここも強力ハイキックへつなげていく。トビーザ、中村さん形がありますね、はい、もう堀尾。そうですね、やっぱりこういう展開とかどん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 手が出てくると堀尾選手乗ってきますからね、はい、絶対に諦めないというスタイルでもあります。だいぶトリッキーに飛び込んできます堀尾龍二。さあ、マサトさん、これ戸辺が盛り返すとしたら何がありますか。あのパンチの打ち合いでは不利なんで、戸辺は蹴っていった方がいいと思いますね。蹴りが欲しい、もうちょっと蹴っていってからのパンチにつなげたいですね、ただタウン取られてるんで、はい、取り返さないと厳しいですよね、もうこの第2ラウンド全てをひっくり返していかなければいけません。膝が出ている戸辺、右の堀尾に対してじりじりと詰めてくる。それでも関根さん、戸辺の方も気持ちは強いですからね、戸辺もね、諦めないですよね、主役はこの階級僕なんですという戸辺龍馬、戸辺に左を合わせた、今膝入ってますよ、膝が入った、入ってます入ってます、堀尾の攻撃の堀尾の膝が入りました、はい、今足技からパンチアッパーもというのが戸辺の攻撃、右ストレート、堀尾の拳、中村さんどう見えてますか、はい、いやあの右堀尾選手の攻撃結構やっぱ的確に当たってますよね、戸辺選手はこう盛り返そうと出てくるんですけど、はい、そこにうまく堀尾選手の攻撃を左、はい、合わせてますね、はい、これ堀尾の攻撃ちょっとシャープさと精度が増したようですね。これは左フックから右かぶせる右というのが正人さんの注目です。堀尾のパンチ、ここで繰り出す、下がらせるか、いや下がりません、飛び龍馬また飛び膝、これを完全にこの距離感をものにしています。左に回っての堀尾、飛べも腰に全てを、膝をかけてきた、飛びさんもう一発ボディアパンチ、スピンキック、そこにパンチ盛り返せ、飛び飛べ、リフクは堀尾、さらに前蹴りへ、ボディ顔面、そして足への攻撃、中村さん満面なく出てますね、はい、そうですね、戸辺選手の前回のプレリミナリーファイターの左のハイでダウン取ったんですよね、はい、鈴木優也戦を経てそれでも KO しなければという反省があった戸辺、パンチ左フックは堀尾の方です。時間がなくなってくる、左ハイ、それでも迎え入れてのパンチ、下がりながらもっと膝でというのが堀尾、ここで第2ラウンド終了です。さあ、マサトさんに伺いましょう。いやこれ力入りますね、これは、ね、これあのお互いあのパンチからお互いに言えることなんですけど、最後膝までつなげたらいいですね、もう今ちょっとパンチ一辺倒になっちゃってるんで、はい、やはりそこであまり熱くなりすぎてもいけない、お互い効いてる、いいパンチが当たってるっていう感覚があるんでパンチに走っちゃってるんですよね、はーはー、そういう時に蹴りを蹴りまでつなげるっていうことが、いやこれは膝入りましたよ、はい、膝につなげたという形ですね、堀尾。関根さんもバチバチですね、はい、飛べは下がんなかったですね、ここで引かない、何かこうした時の飛べはもう壁のように、あ、これボクシング WBA 世界スーパーフェザー級現チャンピオンの内山隆選手ですね、そうですね、見上げています、 K1 の戦いをボクシングの世界チャンピオンが見ています。この間もすごい防衛しましたよね、素晴らしいパンチがあります、さあ今後さらに注目度が増す55キロ級スーパーファイトです。赤いグローブ戸辺龍馬、青いグローブ堀尾龍二の一戦、堀尾が一つここまででダウンを奪っています。さらにボディストレート、さらに右、飛び
マサトさんも狙ってますかね。狙ってそうですね。気になるのは飛べのダメージなんですね。飛べはダメージというかダメージはそんなにないんですけど、とにかくダウンを取り返さないといけないっていう感じで、とにかく前に出てるんですけどね、はい、ただ効かせてる攻撃はあんまりないですね。そうですか。関根さんそこ気になりますね、はい、そうですね、堀尾選手がうまくパンチねブロックしてるんですよね、はい、さらにこの膝も堀尾選手はさっきのラウンドパンチペットだったのが膝も入れてくるようになりましたよね、多分セコンドシーズン指示だと思うんですけど、はい、やっぱり白谷のいるトライハードジム、そこからその戦略を授けられてということになるんですね、堀尾。ここはガードから左、中村さん、はい、また一つステージ上になりましたね。戸辺選手もかなり手数増やしてるんですけど、最後堀尾選手また返しますよね、必ず、はい、右ハイ、頭が下がったところは注意です。バックスピンキック、堀尾がボディーへ、戸辺もボディーへ。マサトさん、ここからどう差をつけていくかですね。やっぱ最後蹴りまでつなげる、やっぱり、近い距離のパンチではなかなか倒すような強い攻撃って打てないと思うんですよ、はい、最後蹴りまで持っていきつなげるってことが大事だと思いますね。お互いやっぱり足技、うん、左ミドル堀尾が打っていきます。さらに膝、あ、足技はやや堀尾の方が多いのか。中村さん、どんどん時間が少なくなってきますね、また、はい、そうですね、まあ、戸辺選手はもう本当もっと差をつけないと、明らかなポイントが欲しい赤いグローブ戸辺龍馬、しかし打たれてからその後の返し右ストレートへ、さらに足技へつなげていくというのが堀尾龍二です。関根さん、もう日頃の鍛錬、はい、ハートを全てここから出さなければいけない時間です。そうですね。左ハイ、アッパーは飛べ、パンチの打ち合い、膝、それからキックへとよりつなげていきたい、2人ともそうです。それでも飛べはとにかくダウン以上を奪わなければいけません。あと15秒、堀尾を押す、そしてバックスピンの膝、右服へつなげていく、飛べのパンチ一つ当たりましたが、さらに回転技、堀尾が見せる右服顎へ、飛べも終わりなのに、あのハイキック狙ってるんだけどな、一発正人さん当たりました。いや、ハイキック最後パンチから狙ってましたけどね、当たらなかったですね。ここで試合終了となっています。9分間戦いました。いや、まさに自らのキャッチフレーズ通り、中村さん、堀尾もノンストップのファイトを見せました、はい、そうですね、あとやっぱり3ラウンド始まった時にやっぱうまく戦い方を修正してきて、戸辺選手が出てくるところにこう前蹴り合わせたりとか、また膝折り混ぜたりとか、その辺もうまく修正してきたところが良かったですね。そうですね、はい、あ、こちら目を閉じて今その目を開きました。赤コーナーの戸辺龍馬、延長は1ラウンド用意されています。この後の判定を待つ両雄、いや、でもダウン取られてもダウンがありますからね。そうですね、さあ発表です。ジャッジは29対28、青堀尾、堀尾1票。ジャッジ豊田、29対28、青堀尾、2人目も1ポイント差、堀尾、青堀尾、三者29対28、堀尾龍二が戸辺龍馬との競り合いを制しています。さあ、正人さん、いろいろ心に残ったことを教えてください。いや、まあ、堀尾選手、まあ、最初のやっぱりダウンが一番大きいですよね、右のクロス、はい、まあそこで、まあ、戸辺もよく倒されずに頑張りましたけどね、手をされずに、はい、ただやっぱ最初のあれが大きいですね、いや、ドンピシャリというパンチでしたよね。関根さんはいかがですか、はい、堀尾選手ずっと、ね、クラッシュで見てたんですけども、はい、なんか一段と強くなりましたね。また今日は逆転ではなく、先手のダウンを奪ったというのは大きいですね。スピードも出てきたし、はい、スタミナもあるし、なんか化けましたよね。そうですね、
中村さん、はい、トライハードジム第4の男から今度は自分が主役にということですよね。そうですね、本当にこの K-1 出場っていうこのチャンスにこう燃えて、あのこうそれをこうしっかりこうアピールした勝利だったんじゃないですかね。いやそうですね、また表情も心なしか惜しくなったように見えます。ライバル対決を制しています23歳堀尾隆二、また次が楽しみです。